19日、タイ、熱帯気候で気温が摂氏30度を超える中、日本のプロゴルファー2人、渋野日向子と原恵梨香は、開幕戦であるホンダ LPGA タイランドに向けて積極的にトレーニングを行っています。渋野日向子は月曜日の朝にタイに到着し、午前10時30分頃にゴルフ場に到着してから約1時間のトレーニングを行いました。彼女は疲れを示す兆候を見せることなく、10番ホールからラウンドを開始しました。それは、安定したショットと笑顔に満ちた雰囲気の中での積極的なトレーニングセッションでした。トレーニングの後、渋野日向子は厳しい天候条件についても共有し、体温を下げるために冷却バッグを使用していることを明らかにしました。この大会は彼女が主催者の推薦で参加しており、LPGA 米国のランキングには影響しませんが、重野日向子はこの機会を利用して、長いシーズンに向けて感覚をつかみたいと考えています。一方、原恵梨香も大会に向けて積極的に準備をしており、新しいゴルフ場に慣れるために18ホールの練習を行っています。日曜日に休息を取った後、彼女は大会前の週末にトレーニングを強化し始めました。これらの二人の他にも、畑岡奈紗、古江彩佳、西村優菜、笹生優花、岩井明愛、千里など、他の日本の女性ゴルファーも積極的に来シーズンに備えています。原恵梨香は、米国の大会への参加を目指して強い意志を示しています。去年5月の背骨手術の後、彼女は10月に日本女子オープンで優勝し、臨床的なカムバックを果たしました。健康を維持し、体調を改善することを目標に、原恵梨香はトレーニングに励み、これからの挑戦に備えています。新しいシーズンに向けて、挑戦を乗り越え、新しい目標を達成する旅路で、重野日向子と原恵梨香は、不屈の精神と絶え間ない決意を示してきました。休息と怪我からの復帰が強固であり、彼らは新しいシーズンがもたらすあらゆる挑戦に備えています。特に、原恵梨香は米国の大会への参加を目指しています。彼女は、失敗からの教訓を学ぶ、精神を持ち、Q スクールへの参加と目標達成に向けて、細部にわたって慎重に準備をしています。一方、渋野日向子はシーズン全体でのスキル向上と健康維持に焦点を当てています。彼女の安定性と忍耐力は、彼女がコース上のあらゆる挑戦を乗り越えるための重要な要素になるでしょう。これら二人の才能あるゴルファーの存在により、ゴルフファンだけでなく、日本のスポーツコミュニティ全体が彼らに多くの期待を寄せています。新しいシーズンは、ドラマに満ちたエキサイティングな旅になるでしょう。渋野日向子と原恵梨香が世界のゴルフ界で自分たちの足跡を続けることができる場所です。情熱、不屈の努力、そしてあらゆる挑戦に打ち勝とうとする決意を持って、彼らは間違いなく国際的なゴルフコミュニティで日本の誇りを代表する価値のある存在になるでしょう。彼らの成功を期待し、新しいシーズンで彼らを応援しましょう。結論、渋野日向子と原恵梨香の準備と決意により、ファンはホンダ LPGA タイランド選手権や将来の他のトーナメントでエキサイティングでハイレベルなゴルフの対戦を期待できます。